ガソリンスタンド、ガソリンスタンド、または給油所は、ガソリンや軽油といった自動車やオートバイなど、各種エンジン用燃料を主として販売している場所。日本で故障される、ガソリンスタンドは和製英語。高速道路のネクスコ三社では、ガスステーションと故障している。また、元売り会社や販売店、経済産業省などでは、一般的にサービスステーションと故障することから、 ss とも略される。日本の法令上は、消防法に言う、取扱所の一つにあたる。危険物の規制に関する政令では、給油取扱所として区分され、取扱所の位置、構造及び設備の基準につき細かく規定されている。消防法における第四類危険物であるガソリン、軽油、灯油などを取り扱うことから、営業中は公衆、または オツ種4類の危険物取扱者の有資格者が常駐する必要がある。より広い意味では主にタクシーが利用するオートガス、液化石油ガス、天然ガスステーションやエコステーション、陶器に限定的に運用されることが多いという販売所、バスやトラック、自動車教習所の教習者等に給油する自家使用を目的とした事業所内の給油所も含まれる。 火災、爆発事故を防ぐため、消防法の規定により、地下タンクを経由しない、タンクローリーからの直接経由は、災害時を除き認められていない。しかし、山間部などでは、ガソリンスタンドが廃業が、相次ぎ、自家用自動車の給油等にことかく、SS 化措置が広がっている。その対策として、経済産業省は2018年11月、 静岡県浜松市北部の天竜区内4カ所をタンクローリーが巡回し、レギュラーガソリンを自動車へ給油する実証実験を開始した。ガソリンスタンドでは、レギュラーガソリン、ハイオクガソリン、軽油などエンジン用燃料以外に、灯油やエンジンオイルなどの潤滑油、さらにそれ以外のカー用品など、タイヤやワイパーなども販売している。 また、併設している設備で自動車の洗車を行ったり、エンジンオイルやタイヤなどの交換、簡単な点検作業が行える場合がほとんどである。スタンドによっては車検を行っているところもある。一部では、レンタカー事業を併設したり、LPG 自動車用の液化石油ガスを扱ったり、電気自動車、EV 用急速充電器を備えたりしているところもある。空港や飛行場が付近にある。 ガソリンスタンドでは、個人向けに、航空用ガソリンの小売りや格納庫まで出向いての、給油を行うところもある。日本では給油中のサービスとして、自動車の窓拭きや灰皿の掃除を行うところもあり、行われないセルフセルフ式ガソリンスタンドに対して、フルサービス方式と称される。日本では、ガソリンスタンドにコンビニを併設する場合は、スタンドの営業時間内に限られる。 24時間のコンビニ営業をする場合は24時間スタンドを稼働させることになる。モービル、エッソ、ゼネラルのセルフ式の一部店舗では、ドトールコーヒーショップを併設している。また、宮城県気仙沼市に本社を置く、気仙沼商会が運営する一部の店舗では、気仙沼市に本店、アンカーコーヒーブランドの店舗がある。 アンカグループという宮城県を中心に、岩手県や東京都内の商業ビル、ショッピングセンターギフトショップ等の商業施設や、給油所隣接のカフェの運営あるいは廃業した給油所を改装しての犬き出店後、運営を行っているコーヒー店を展開する企業のフルセールコーヒーブランドのカフェを併設している。ちなみに、現在の廃業した給油所の犬き出店物件としては、 大崎市古川地区、市内の旧古川市内にあたる地区で、市の関市、旧川崎村の店舗同様、フルセールコーヒーブランドのコーヒーショップ、こちらはドライブスルー式であるが運営されている、かつては、気仙沼市会場の三菱関、ユニス関三菱、エネオスとブランド名を変え運営されてきた店舗が、廃業し廃休所となった場所にも居抜きで出店し、改装及び運営。 大崎市古川の店舗同様、ドライブスルー式の店舗だったを行っていたが、東日本大震災以降に閉店して、建物が取り壊された後現在は、コベルコの気仙沼営業所となっている。日本の高速道路では、多くのサービスエリアと一部のパーキングエリアに設置されている。また、総務省令では、懸水式と記載された給油設備が、 天井配管で構成されたもの、吊り下げ式、別称ノンスペース、ノンスペーは、都市部などの狭い用地の活用を図る特殊な企画であり、日本や韓国以外での設置事例は少ない。昭和40年代、50年代にかけて流行した設計であるため近年は設備の老朽化により閉鎖、あるいは建て替えなどで、地上固定のセルフ式へと変更され、減少傾向にある。特に、 セルフ式が解禁された1998年以降は、この形態での新規出展の例は、非常に少なくなっている。給油設備のうち、軽量機であるメーター、ガソリン、灯油、軽油、重油の各メーターを含んだ、いわゆる燃料油メーターは、軽量法の規定により、都道府県の実施する検定を定期的に受検しなければならない。検定有効期限、年月単位。 メーターに重複してあるシールで、確認可能の超過やメーターの不正改造は、軽量法違反となり、理由の遺憾を問わず、都道府県もしくは軽量特定士による取り締まり、立ち入り検査、勧告、告発等の対象となる。これは該当するメーター、タンクが内蔵された一体型メーター、通常の給油機よりも胴体が一回り大きい、固定の設備でない自動車。 タンクローリー搭載型メーター、下半式小型メーター、簡易型メーター、ドラム缶等に取り付けて、使用などにおいても同様である。ガソリンスタンドの石油タンクは定期的に洗浄することが義務付けられている。2011年2月に日本で施行された消防法改正により40年以上前に埋設した燃料用地下タンクの回収を施行後2年間、 有余期間の2013年2月までに義務付けた。該当設備を有するガソリンスタンドで回収を行わない場合、消防庁側は法的処置による厳しい対処を示唆しているため、回収費用と将来的な経営状況を試算し、損益分岐点などを考慮した結果、廃業するケースも出ているが、ガソリンに含まれているベンゼンや、有鉛ガソリン時代に含まれていた鉛は、 土壌汚染対策法の特定有害物質であり、廃業したとしても、地下タンクからの漏洩により、これらの物質やマトブによって、地下水汚染や土壌汚染が生じていた場合、土地取引上の大きなリスクとなる恐れがある。また、廃業後の土地は、コンビニエンスストア、特に、ローソン、セブンイレブンに利用されるケースが、全国各地で相次いでいる。 給油操作を客自身で行うガソリンスタンド。アメリカ合衆国等では比較的早くから普及してきた方式であるが、日本では長年安全性の観点から給油を従業員が行うフルサービス方式以外認められていなかった。1998年の消防法改正で規制緩和されたことにより危険物の規制に関する政令が改正され、 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所、セルフ式、ガソリンスタンドが登場し、以後セルフ式が増えつつある。セルフ方式であっても、無人で営業することは認められず、公主、または、オツシュ4類の危険物取扱者の有資格者が常駐しており、顧客による給油作業を遠隔で監視し、危険発生時には、 制御宅からの遠隔操作によるバルブ閉鎖やその他必要な措置を取ることが求められている。遠隔監視用の設備などを設置するため、初期投資額がいくらか高くなるところはあるが、水柄入れの清掃や窓拭きなどのこれまでの一般的であった付帯サービスを省略し、必要とする従業員と人件費を少なく抑えることができるため、フル方式より安価に販売することが可能である。 従業員による給油作業がないため安全点検や洗車サービス等の新たなオプションサービスを積極的に案内するスタンドが増えている。また店舗によっては料金設定が異なるセルフ給油とフルサービスを選択可能なところもある。日本におけるセルフ式ガソリンスタンドは2016年9月末時点で 全国に9793点となっている。なお、日本にある給油所総数は31467点、2017年3月末現在であり、1995年から減少を続けている。フルサービス店の数は年々減少傾向にあり、2000年の約5万3000点と比較すると、半分以下の約2万5400点となっている。これに対し、 セルフサービスステーションの増加率は同期間で約400点から約9300点と20倍以上の伸びを示している。また同一店舗でセルフ式とフルサービスの双方を営むサービスステーションもある。高速道路のガソリンスタンドは従業員のいるフルサービスがほとんどであるが新規開設されたスタンドを中心に増えつつある。 セルフ方式の軽量器は安全性の観点からフルサービス用装置と異なり給油レバーを握っている間のみ供給が許可される方式となっている一部の安全確保用装置を加えたシステムでは例外ありまた客が給油できるのは自走で乗り入れた自身の自動車二輪車に限られ手押しで持ち込んだ二輪車やジェットスキー持参したガソリン系交換等への注入は 法令により禁止されている。その場合は係員を呼んで注意を依頼する必要がある灯油用ポリタンクへのガソリン注入は不可。違反が発覚した場合は購入者ともども処罰の対象がセルフ方式のスタンドによっては蛍光管等への注油サービスは行っていない。または1日の蛍光管等への注油取り扱い可能量を超過している等の理由で断られる場合もある。 安全性の確保を人員配置によるスタッフ常駐のフルサービススタンドと安全機器の配置や給油車の自己責任に依存するセルフスタンドを比較すると設備の全体構成やシステムに見た目以上のかなりの相違が存在する。なお、セルフでは吊り下げ式は法律上認められていない給油機が地上固定式になっているセルフスタンドと吊り下げ式のフルサービススタンドが一つの 敷地内に併設されている店舗は存在する。セルフ式スタンドにおいて、利用者自身で給油を行うための手順は次の通りで、ある。なお、危険物の規制に関する規則、昭和34年9月29日総理不ー第55号に、顧客に自ら給油等をさせる、給油取扱所における取扱いの基準が、規定されている、第40条の3の10。 セルフスタンドにおいて利用者自身でご給油しても保証されない。ご給油も参照のこと。モータリゼーションが進んだアメリカ合衆国ではセルフ式で前払い方式のガソリンスタンドが一般的である。ただしオレゴン州では過疎地を除きセルフ方式が認められておらずフルサービス方式のみとなっている。ガソリンスタンドには事務所を兼ねた コンビニエンスストアを併設している場合が多い。支払い方式には次のような種類がある。オーストラリアでは小払い方式のガソリンスタンドが一般的である。給油後にガソリンスタンド内にあるレジで決済する。オートバイが市民の足として広く利用されており、バイクタクシーも盛んであるため、都市部では瓶に入れたガソリンを路上で小売りする、露店のガソリンスタンドも存在する。 日本では、揮発油等の品質の確保等に関する法律等により、ガソリンで10項目、灯油と軽油では3項目の品質規格、強制規格が定められており、適合しない製品を売ったものは処罰の対象となる。スタンド側では、SQ マークを掲げて、規格の遵守を示すほか、資源エネルギー庁が抜き打ち検査を行っているが、しばしば脱法行為等が摘発されている。 同様の規制は各国でも見られるが、韓国や中国などでも価格競争などを背景に、品質や安全性に問題のある製品が販売される例があり、媒挙に糸まがない。2014年の韓国石油公社のデータによると、4月末までに検挙されたガソリンスタンド118カ所のうち、約7割が他の石油製品などで水増しした偽ガソリンを販売していた。 問題視した政府は毎週報告制度を実施するとしたが、韓国のガソリンスタンド協会は実施を先送りするよう求めている。アメリカ合衆国でも特に厳しい環境を選規制が敷かれるカリフォルニア州や EU では給油の際に燃料タンクから発生する乗産ガソリンをすべて回収するため、 ガソリンスタンドの給油ノズル先端にと呼ばれる装置を装着することが義務付けられている。ベーパーリカバリー対策が施されているガソリンスタンドはステージ2、ステージ E に適合し、ステージに対応給油機で回収したガソリン蒸気は機体のまま地下タンクに貯蔵する方式と液化して再びガソリンとして販売する方式の二通りがある。校舎の液化回収方式は 日本の給油機大手の立つのが実用化に成功しており、給油時に発生する乗産ガソリンの回収率は99%以上とされている。過去の阪神、淡路大震災や東日本大震災でもガソリンスタンドの火災事故は一件も報告されていない。また、東日本大震災では津波被害に遭いながらも建物の原形を止めている給油所も数多く存在した。これは、 消防法や建築基準法で構造が厳格に定められた上で建設されておりガソリンスタンドの周囲で火災が発生しても地下のタンクに引火しない構造になっているためである。これらのことから非常発生時に駆け込む場所としては最適で安全であると言われておりガソリンスタンドを避難所として開放する給油所も存在する。日本では1万施設あたりの 年間火災発生件数として30回前後の値が報告されている。発生件数の多くはセルフ式のスタンドにおける火災であり、セルフ式ではフルサービス式の5.6倍とする資料もある。アメリカ合衆国では正確な統計が取られていないもののガソリンスタンドにおいて年間1000回以上の火災が発生しているとの推測がある。 電気自動車用の充電スタンドや燃料電池自動車向けの水素ステーションを併設しているガソリンスタンドもある。石油製品の輸入、生成を行う企業は元売りと呼ばれ元売りの系列から供給を受け販売するガソリンスタンド、業者間転売品、業店玉、業店利用、区などを扱う系列外の独立系ガソリンスタンド、いわゆる無印スタンド、または 無印ガソリンに分けられる。日本初のガソリンスタンドは、1919年2月に、日本石油が奥田智三郎商店に対応、運営したのが始まり、大手元売り系 s s は、元売りが施設や設備を設置、保有、管理し、それら一式を特約店に、商標ごと賃貸する、社有 SS と、特約店が設置、保有、 管理する特有 SS とに対別できる、社有 SS だが借地、というケースも多い。一般的に、社有 SS は大規模店、特有 SS は、中小規模店になるケースが多く、中小資本の特有 SS では主に経営上の、理由から、設備はそのままに看板替え、他系列の元売りに、蔵替えする場合もある。2017年3月末の旧発油。 販売業者数は15,078事業者、給油所は31,467箇所である。系列別のガソリンスタンドの数は次の通り。スタンド数は2015年度末現在の数字で、出所は JX グループ、現、JXTG グループの資料より、などがある。また、各農業共同組合、JA は JA、SS ブランド、北海道は、 国連ブランドの独自ブランドで、展開で、漁業共同組合、JF は JF ブランドで、ガソリンスタンドを運営している、既存石油元売りのマークを掲げる場合も多い。人口も通過する車も少ない地域では、再三難から民間の給油所が廃業、撤退してしまった SS 化措置が広がっている。経済産業省によると、 こうした過疎地で住民が設立した法人や自治体が GS を運営する例が全国に10程度ある。北海道シムカップ村戸間ム地区や和歌山県すさみ町などが代表例である。経産省は2017年5月 GS が少ないまたはない自治体に対して GS 維持のための行動計画づくりを初めて要請した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。